はい、今日は肩こりの、治し方、ご自身での肩こりの治し方についてもお伝えしちゃおうと思います。肩こりももう自分で治しちゃってください。そんなところで治療に行く必要ないです。自分で治しましょう。はい、来月の売り上げが心配ですが、嘘です。全然そんな心配はないです。でも肩こりっていうのも自分でちゃんと治っていきますので、ぜひ、この体操をちょっとお家でコツコツ頑張ってみてください。肩こりのやり方、考え方については、前回手首のところで、この辺の最初の、6回分ぐらい、ここまでの間が、首と、あなたの首の痛みと関わってますよっていうお話をしていきましたが、今日は肩なので、今度はですね、こっち側です。こっち側、ここの部分が、ここの部分がですね、肩こりとリンクしています。肩こりとリンクしてますので、ここも痛みを、硬さを取ってあげること、これが大事になります。首からもうちょっと上のところですね、ここの部分が肩こりに当たります。下手だから分かりづらいかもしれませんが、親指があって、こういう状態になってます。こういう状態、親指があって、こうで、ここが肩、あ、じゃない、ここが首で、ここが肩って形でリンクしちゃってるので、ここをグリグリほぐしちゃえばいいだけです。グリグリほぐしちゃえばいいだけ。やり方としてはですね、まずこういう椅子とか手とかどこでもいいので、手をこういう反対側にして、この状態からここの鼠径部ですね、鼠径部、まあどこでもいいので、こうやって引っ掛けてあげて、これペタってつけます。ちゃんと指も伸ばしてあげて、伸ばしてあげて、指も伸ばした状態。硬さが強い人とか、精神的にちょっとしんどい方、ちょっとうつ病っぽい方はこれやりにくいかもしれないです。あとはすごく 手首を使って硬さがここパンパンになっているような方、それそもそもこれできない方多いので、これまずできるようにコツコツ頑張ってください。毎日毎日きついかもしれないけど、これで痛いぐらいで深呼吸しながら7秒ぐらい待ってあげると、どんどん毎日やってると柔らかくなるので、まずこの状態を作ること、それができたら、あとはここをサクサクするだけです。サクサクするだけ。場所はっていうとですね、まあ、ちょうど真ん中ぐらいでいいと思います。この腕の真ん中、肘の真ん中ぐらい。これサク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 するだけ。思ってたより痛くて大丈夫です。あなたが思ってるより痛くて大丈夫。この辺グリ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 。こっからここの間なので、ここの範囲でやってあげてください。これ、グリ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 する。まずこれ一つ。これ結構痛い方はめちゃめちゃ痛いと思いますし、そもそも手首これだけでしんどいので、僕は柔らかいから全然問題ないですけど、これをこの状態でグリグリグリ、これ30秒ぐらい。はい、この反対側です。反対側は特に、やんなくてもいいですけど、まあこうできるならそれもいいかもしれないですね。反対側にひっくり返して、ここ、なんかモコッとしてるところがあります。モコッとしてるとこ。もこっとしてるとこのこの側面、この横側ですね。この横側。こっち側ではなくて、こっち側っていうのは、肘の方ではなくて、反対側。こっち側のもこっとしてるようなところ。ここにグリ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 指を入れてあげる。これ痛いです、多分。この辺グリ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 。僕でもちょっと痛いですね、これ。グリグリしてあげる。なんて言ったらいいんでしょうね、場所としては。こうしてあげると、ここでモコッとするところがありますよね。このモコッとしてるところの間、側面です。ここ。ここの間のところをこうやって、ぐりぐり裂くような感じです。サクサクサク。サクサクサク。サクサクサク。これも30秒ぐらい。これやってあげると、肩の痛みって結構取れちゃったりしますので、ぜひですね、この体操してみてください。今度こっち側で行ってみましょう。こっちも引っ掛けて伸ばして、腕の真ん中をゴリゴリ。僕やっぱり治療家でですね、右手とかも使うこと多いし、親指とかでも押す、マッサージみたいな形でやることもたまにあるので、そうするとやっぱこの辺張ってきますから、これでコツコツ、僕みたいな人は特にですね、やるべきだと思います。腕を多く使う方、パソコン業務、
何か物を持って作業をする、指の力で何かを押したりとか引いたりする方、その方はこの辺グリ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 してあげるべきです。絶対これやってあげる。今度こっち手首ひっくり返して、今度こっち、はい、グリ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 、これ自分でできますよね。もちろんですね、治療家とかにやってもらうと上手にいいところを的確にやってくれる場合もあるんですけど、適当に、なんでしょうね、肩の硬いところとか首の痛いところを揉むだけなら、それなら自分でやった方が早いですし確実に治ります。はい、治療院とか整体院整骨院なんて行く必要ないですから、自分で治しちゃってください。そんなんでお金使うのもったいないです。はい、こんなこと言ってたら同業者の先生に怒られそうですけども、もっとですね、いいお金の使い方、楽しいお金の使い方をするといいんじゃないかなと思います。それでも、なかなか治っていかないとか、それでもなかなか取り切れないとかですね、そういうことがあると、それは栄養であったりとか感情の問題、あとはやっている部分が、場所がちょっと違ってたり、やる圧が弱かったりとか、そういうことも考えられるので、そんな時はこういう治療院とか、そういったところを頼ってみるのも一つ有効な手段じゃないかなと思ってます。はい。どっか行かなきゃ治んないとかですね、とりあえず硬くなったらマッサージに行こうとか、そういうのは間違ってますし、お金と時間が無駄なので、ぜひこんな形で自分で治してみてください。毎日コツコツが大事です。肩こりに関しては、まずはここ。まずはここの部分を、ちょっとトライしてみてください。次回、この背中が、ここがなんか張ってくるとかっていう方、おられると思います。そんな方に対するやり方ですね、次回お伝えしていきますので、お楽しみにしていてください。背中のここが痛くて息が詰まりそうとか、そういう方めちゃめちゃ必見です。これ、明日お届けしていきますので、お楽しみに。本日のお話は以上です。動画をご覧いただきありがとうございました。